バス停留所は1956年のアメリカ合衆国のロマンティックコメディ映画。監督はジョシュア・ローガン。出演はマリリン・モンローとドン・マレーなど。原作は劇作家ウィリアム・インジの同盟舞台劇。モンタナの牧場で生まれ育った世間知らずのカウボーイ青年ボーはロデオ大会に参加するために付き添いのバージルと共にフェニックスにやってくる。生まれて 初めて都会にやってきた某は、酒場の歌手シェリーに一目惚れ、強引に結婚を決めてしまう。嫌がるシェリーの言葉に全く耳を貸さない、傍若無人な某を恐れたシェリーは慌てて逃げ出すが、某に無理やりモンタナ行きのバスに乗せられる。セックスシンボルのイメージを出したかったマリリン・モンローが、ニューヨークのアクターズスタジオで演技のレッスンを受け、いくつかの舞台を経験した後に、 ハリウッド復帰した作品であり、第14回ゴールデングローブ賞では、主演女優賞にノミネートされた。ちなみに、同賞は、その後1959年の映画、お熱いのが、お好きで受賞している。ロッテントマトズによれば、14件の評論の、内高評価は79%に当たる11件で、平均点は10点満点中7.32点となっている。 ドンマレーとホープラングの二人とっては共に映画デビュー作であり、この映画の公開前の1956年4月14日に二人は結婚している。ありがとうございます。